はい、皆さんこんにちは、榊敦です。10月10日早いな、ほんまに。外雨降ってます。台風ね、向こうの方に行ってくれはったんですけど、雨だけはね降ってますね。風はそんなに強くないです。1時40分でございます。お昼ご飯にビール3缶 350×3 ビール系飲料飲みまして、その後コーヒー飲んで、今お茶飲んでるんですけどね、ちょっと食べましたね。さて、ニューズウィークでございます。実写版ムーランの瞑想に学ぶ中国ビジネスの難しさ。ディズニー・ミューラン・ディスアスターっていうタイトルですね。ジェームズ・バーマー、各フォーリン・ポリシー誌シニアエディターと、という方が書かれた、10月10日土曜日11時30分に上がった記事でございました。今から約2時間前ですね。ちょっと読んでいきましょうか。大ヒット確実と言われたディズニー渾身の最新映画がまさかの大貧縮。13億人中国市場に甘い夢を見る多国籍企業が直視すべき教訓とは、という、込み出しがついてますね。ディズニーの最新映画ムーランが迷走している。もともと4月公開だったが、コロナ禍による延期の末に劇場公開を見送ったんや。ディズニーのストリーミングサービスディズニープラスで有料配信することに、昨年8月には主人公を演じるリュ・イーフェイが香港民主化運動を弾圧する警察への支持を表明したため、ソーシャルメディアを中心にボイコットを呼びかける声が広がっていたと。これがこけるきっかけですね。この女優さん、リュ・イーフェイさんという方は、中国にお生まれになって、今はアメリカ国籍らしいです。この方がですね、去年の夏ですね、香港の民主化運動が燃えたぎってる頃です。香港警察への支持を表明なさった。わざわざそんなことせんでええやんと思うんですけど、それをしたおかげでですね、このディズニーのムーラン、この方が主演の映画ですね、ディズニーのムーランと、中国の古代を舞台にした映画なんですけども、それがですね、本来大ヒットするはずやったから全然あかんやんって、もう劇場公開さえできなくなったということですね。そんだけその、香港の民主化運動を弾圧する、北京政府に対する非難は強いということですね。さっきね、アイスクリーム食べた。ゲップしてきたよ。すいません。続けます。ようやく9月4日にネット配信が始まったと思ったら、撮影の一部が行われた、新疆ウイグル自治区の治安当局への謝辞がエンドクレジットに含まれていた。謝辞が、謝辞、感謝の謝ですね。に辞書の字、この組織はウイグル人に対するジェノサイド、かっこ民族浄化の実動部隊であり、人権団体やメディアからの猛批判が起きた。それでもディズニーは中国市場でのヒットという一発逆転に望みをかけていた。ところが9月11日の劇場公開直前になって、政府当局から映画に関する報道を一切禁止する通達が出たという。政府当局って北京政府ですね。作品の評判も振るわない。中国映画の最大映画情報サイト、ドゥパン。ドゥバン。濁ってます。見にくいんや、そんな。見えへんや、そんな。もう年寄りやでから、ほんまに。の口コミ評価は10点満点中5点弱。評判が評判を呼んで大ヒットとはいきそうにない。こんなはずではなかった。中国の伝説をベースにした人気アニメ映画を実写化する今回のプロジェクトが2015年にスタートした時は、成功の条件を揃っているかに見えた。ウイグル人への迫害は始まっていたが、国際ニュースのトップを飾るほどの注目は集めておらず、ビジネス上の問題はなさそうだった。米議会が人権問題を取り上げることはあっても、米政府が国内での中国企業の活動を禁止したり、米大統領が世界的な感染危機をチャイナウェルスとけなすこともなかった。そして香港にはまだ言論の自由があった。安定しましたね。ちょっと飛ばします。
米プロバスケットボールボールや NBA、米プロバスケットボールの NBA やサッカーのイングランドプレミアムリーグが香港の民主化運動を支持する姿勢を打ち出した影響で莫大な放映権収入を失った。カナダのナタネ油メーカーは自国政府が中国政府あごめんなさい自国政府が中国企業幹部を逮捕したために中国への輸出を1年間阻まれた。韓国の大手百貨店ロッテグループは政府にミサイル防衛システムの建設用地を提供したため中国全土でボイコットにあったって。まあ中国ってそういうことをする国なんですね。自国政府から中国での事業を待ったにかけられた企業も多い。インド政府はカシミール地方で中国との軍事衝突を受け、あらゆる領域で中国との関係断絶を進めている。米政府は国内での事業を禁止する中国企業を毎週のように追加しており、取引のある米企業に影響が及んでいる。こんな時、多くの企業はとりあえず様子を見て嵐が過ぎ去るのを待とうと考えがちだ。何しろ中国市場は巨大で、そう簡単に諦めるわけにはいかない。それにこれまでにも一時は中国と激しく対立したが、数年後に仲直りした国もあった。でノルウェーの話が書いてありますね。でも最後にこんなこと書いてあります。そうしたリスクに目をつぶって中国市場を目指しても、いずれ現実との巨大なギャップに慌てることになる。自分の業界は米中摩擦と無縁だと思っていると、その自信に足をすくわれるとある中国アナリストは語る。未だに13億人市場に甘い夢を見ている企業は今すぐ目を覚ますべきだ。たとえ今日の中国に対処できても明日の中国はどう出るか全くわからないのだからというふうに書いてあります。これね、読みましたけども、ニューズウィークの記事なんです。ニューズウィークっていうのはもう今はどうか知りませんけども、僕が学生の頃はアメリカで一番売れている週刊誌だったで、クオリティマガジンとは言いません。一般人が読む、一般人の中で、どうでしょうね、少し教養のある方が読む、日本で言えば週刊文春みたいな感じですね。週刊文春、週刊新潮みたいな感じでして、まあちょっと編集のやり方は違います。主にですねニュースばっかり取り上げてる。週刊文春とか週刊新潮っていうのはあれやるでしょ、タレントのゴシップやるでしょ。ニュースウィークはそんなことはやりません。ひたすらニュースです。だからどうでしょうね、日経新聞に近いといや近いかな。今それに類する週刊誌って日本にはちょっと見かけませんね。ニューズウィークの日本語版っていうのは一番そっくりそのままですけども、まあ、そういう感じなんですよ。でしかも民主党系です。決してトランプさんには甘くないわけですね。まあアメリカのメディアって大体民主党系なんですけど、民主党には甘いです。で時々よっというような記事を書いたりしています。そのニューズウィークが割合これ中国に辛いですね。中国の市場なんか見てても、あの政府はいつ何時こう手のひら返しして、辛い目に遭わすかわからんでって、そういうことが書いてあるわけですね。いや実際その通りなんですけど、でもそのニューズウィークのようなメディアがここまで中国に辛い記事を書くんやなと。しかもこれシニアエディターって書いてありますから、ベテランのニューズウィークの人ですねがここまで辛い記事書くということは、まあ、アメリカの世論今中国に辛いっていうか、対中に非常にこう厳しい世論が形成されているというふうに伝えられていますけど、ほんまもんやなとそれはほんまもんやんみたいな、そういうこう感想を持ちますね、私なんかは。でディズニーなんていうのは典型的にですね、中国に対してこう媚びている企業というふうに僕なんかは見ていました。でそれムーラン失敗してザマーみたいな、そうなってるわけですね今ね。
でこれからだからね、この記事を読んだりすると、ほんまにね、あのアメリカという国がいよいよですね、中国という国はエネミーであるというふうにこう位置づけてですね、あのウイグルで行われていることがジェノサイトと書いてありますね。あのジェノサイトあの前あの他の動画でも言ってますけど、日本人はこういう言葉に対してそのあんまりその感情がないんですけども、アメリカの方、特にヨーロッパの方はジェノサイトとかですね、そういう収容所とかいうということはものすごい敏感なんですよ、デリケートなんですよ。それをやっている、現にやっている中国ということに関してはもう厳しい見方をせざるを得ない、わけでして、これ少々のことでは覆らんなという感じがしますね。だからこの今後のね、やっぱり中国対世界、西側世界というべきでしょうね、西側世界、アメリカヨーロッパですね、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、まあそういう感じです、の対立構造というのは、イタリアは入ってんかなというのは今後当分変わらんやろなというのをつくづくと実感させられるニュースではありました。貼りましょうか、貼ってみましょう。はい、よろしければ読んでください、というお話でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。